はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。楽園実況チャンネルへようこそ。楽園融合の龍です。さあ本日なんですが、ドラゴンメイドとね、楽園融合を組み合わせるとね、世界終わる展開できるんですよ。これをですね、皆さんにもちょっとお伝えしていきたいなというふうに思って、今回はデッキを組んできました。楽園ドラゴンメイドです。まあ、楽園融合ってそもそも一番初動なんで、まあ、引けりゃ強いのは当たり前じゃないですか。まあ、裏とか踏みますけどね、もちろんね。なんですけども、まあ、今回のこのドラゴンメールと組み合わせると何が起きるかっていうと、ありえない制圧力が、生まれるんですよ。なんか先行ね、なんか5棒、5、6妨害ぐらいできます。はい。これ2枚から。手札2枚から。ドラゴンメイドチェイムっていうモンスター。か、またはまあ、ドラゴンメイドパルラですね。ドラゴンメイドチェイムまたはパルラプラス、楽園融合または、楽園開幕っていうハンドで動き出してるんですけれども、これね、ドラゴンメイドチェイムって何するかっていうと、ドラゴンメイド魔法トラップカードをね、手札に加えることができて、で楽園融合は楽園系のモンスター出せるっていう効果なんだけども、ドラゴンメイドのエースモンスターって何かっていうと、このシュトラールっていうやつなんですよ。ドラゴンメイドシュトラール、またはドラゴンメイド、ハスキーっていうこいつね、こいつなんだけど、この変のモンスターって融合召喚条件が結構緩くて、ドラゴンメイドモンスタープラス、こっちだったらドラゴン族だし、こいつだったらドラゴン族モンスタープラスレベル5以上のドラゴン族モンスターってなってるんですよね。で、このレベル5以上のドラゴン族モンスターを楽園融合で用意できるんです。まあアルビオンとルベリオンがドラゴンなんで、ここで楽園融合1枚からここをね用意できると。そうするとそのチーム、で持ってきたこのお召し替えで、チェイムとこの辺のモンスターを融合して、まあシュトラールが出せると。でシュトラールはちなみに何でも無効にする、最強のドラゴンメイドモンスターね、なんだけども、まあ、ここが出せて、しかもこの、ラクイン流アルビオンを融合スターにできるんで、これ墓地に送れるんですよ、アルビオンを。でアルビオンって墓地送られるとエンドフェイズにラクインマジックトラップカードをセットできるんで、これでね、そのね、ラクイン断罪っていうカードをセットできるんですよね。これね、これ新規で追加されたこの最強のカウンタートラップなんだけど、これマジ強くて、あればその楽園を融合ストライドする融合モンスターを自分のフィールドから1体戻すか、または自分の墓地から2体戻して、その特殊召喚する効果を含むその効果を無効にして破壊できると。これがね、打てるんです。ルブリオン・アルビオンを今回ステイセラ・ロマリンっていうモンスターを巻き込んで出していくんだけども、まずは楽園融合発動して、アルビオンも融合召喚する。でここ光属性なんですよね、ロマリンが。でロマリンは何が起きるかっていうと、これ効果で墓地を送られるとデッキエクストラデッキからレベル5以下の植物族を墓地を送るっていう効果あって、ここで、エクストラデッキからガーデンローズメイデンっていうモンスターを送ると。でチェーン1アルビオン、チェーン2ロマリンにすると、チェーン2で送られたガーデンローズメイデンがいるから、もうすでに墓地に。なのでアルビオンの効果でメイデンとアルバスを融合素材にして、ルベリオンを出すと。でルベリオン効果で、手札コスト切って、あ、ちなみにここでコスト切るのね、チェイムで持ってきたお召し替えがあったら最強で、コスト切って融合召喚してルベリオンで、ルベリオン効果で、墓地に存在して、あ、除外した、アルビオンで除外したこのメイデンと楽園を、戻してデッキにね。そうすると、まあ、ミラージェイドが出るという感じなんですよ。でこの動きの中で何が起きてるかっていうと、なんとですね、アルビオンとルベリオンが盤面に残ってるんですね。はい。今まではね、普通にその、まあ、ロマリンが採用しなかったんで、ルベリオンとかアルビオンを使ってミラージェイド出したんですけども、今回その、ロマリンで、墓地に落としたメイデンを使ってミラージェイド出すんで、墓地とか、除外ゾーンとか、デッキに戻んないんです、こいつらが。だから残ってるんですよ。この残ったこのアルビオンとルベリオンを有効活用できる断罪とこのドラゴンメイドがめちゃくちゃ相性がいい。で、まあ妨害数なんですが、一応、アルビオンの効果で断罪セットして、で、ミラージェイドの効果で、除外して、で、断罪で、まあ相手のその特殊な系の効果無効にして、で、さらにドラゴンメイドシュトラル出てるから、ドラゴンメイドシュトラルでなんか活動を無効にして破壊して、で、さらに、赤の楽園、発動して相手ターンにガーディアンキマイラとかドラゴンスタープレイヤー出しながら、もう一回ミラージェイドの効果使うみたいな。この動きをねするとね、なんか相手の手札全部無力化できるんですよね。バレ強くてこれちょっと対戦動画見ていただいたら分かるんですけど、マジでこの世の終わりみたいな
あの盤面ができるんで、ちょっとぜひですね見ていただきたいというふうに思っております。まあちょっと構築はいろいろあるけど、まあ俺はこんな感じになってるから、まあちょっとあのカスタムしていただいたりなんなりすればいいと思うけど、まあ展開はこんな感じっていうのを見せれるってると思うんで、早速ねやっていきましょう。デュエルスタンバイ。ついに爆誕してしまいました神デッキが、このドラゴンメイド×楽園融合とかいうね、この最強の最強デッキを皆さんにお会いしていきましょう。ですね、これコスト何がいいかな、アドリビしかねえかよ、これアドリビ、あとで赤の楽園で回収できるから楽園開幕だな。で楽園開幕使ってアドリビデム募集って、で、これスタンバイフェーズかドローフェーズに必ず楽園開幕しましょう。これなんでかっていうと、エフェクトベーラーをケアしたいので、メインフェーズ中にあのアルベルとか出すと普通にエフェクトベーラー組んで意味わかんなくなるんで、はい、まあ、一応ね、この楽融合をサーチして、で楽園融合打ってその後のアルビオンとかルベリオンとか、あとこのチェイムに一応エフェクトベーラー食らうんだけども、ドラゴンメイドデッキの場合はエフェクトベーラーをルベリオンかアルビオンに食らってもこのチェイムで持ってきたお召し替えでドラゴンメイドシュトラル出せるんで、必ずスタンバイフェーズかドローフェーズ打ってください。楽園開幕は絶対です。これ絶対、ここでメインフェーズ打ってるやつはね本当甘えで、楽園流アルビオンを出していく。これ相手なんもないね。でアルバスのラクインと、ステイスイラロマリンとかいうダレアネモンスターを、墓地に送って、アルビオンも融合召喚していく。でアルビオンの融合召喚成功時効果チェーン1で、ステイスイラロマリンの効果チェーン2で発動。これ順番間違いないよね、うん、でロマリンの効果でレベル5以下の植物属モンスターをデッキ草デッキから墓地に送って、でアルビオン効果で、ルベリオンを出していくと。で今もちろん食ったロマニーを、使うと本当に無駄がないです。本当に無駄がない。これ動きでルベリオンで、ルベリオン効果発動。これで持ってきたね、このねお召し替えを捨てることができるんですよ。これがドラゴンメイドデッキめちゃくちゃ相性よくて、これ後で帰ってくるんでね、結果でこれでまたメイデンとアルバス戻してミラージェル出せるんで、これ開幕だから別に攻撃表情見に行ったよね、別にね。ミラジェイド、パイセン出して、で、墓地のお召し替え効果発動するでしょ。で、これで、チェイム戻して、このお召し替えを回収。あ、お召し替えったらドラゴンメイドのあれね、あの融合魔法ね。はい。で、はい。で、お召し替え発動していく。で、お召し替え発動して、アルビオンをここで墓地に送るんですよ。最強すぎない？アルビオンはちなみにエンドフェーズに楽園マジックトラップカードをセットするか手札に加えるっていう効果なんですかね。ええ、タイマーカルがこれ攻撃表示だったもん。まあいいや、これシュトラルは攻撃表示、守備力がちょっと2000しかないんでね、この人は。さあドラゴンメイドシュトラル爆誕していく。そしてカードを1枚セットしていく。まあドラゴンメイドシュトラルのね融合召喚条件もレベル5以上のドラゴン族であれば何でもいいんで、ドラゴンメイド簡単ですよね。さあアルビオンの効果を発動するぜ。アルビオンの効果エンドフェーズ時デッキから楽園マジックトラップカードを手札に加えるかセットする。もちろん赤の楽園をセットだ。これ何妨害あんだ、これ死ぬほど上がれたけど、まあ基本はなんか3妨害なんですけども、シトラールプラスミラジェードっていうのにプラスして断罪なんで、これ今さらにそこにプラスしてさ、まあ、ドラゴメドシュラルが効果とするな。さらにそこにプラスして、赤の楽園で出すガーディアンキマイラまたはドラゴスタペリアでミラジェードを効果使った後に融合すればもう1回ミラジェードあるから、ミラジェード2回分あって、で断罪でしょ、ミラジェード2回、シュトラール1回で断罪1回赤の楽園で1回ウラルで1回、これ6妨害ありますね。この盤面、この盤面ね、盤面6妨害あります。6妨害です。先行6妨害、誰が勝てんねんっていうラータマ本当にやめて、ラータマ本当にやめてほしい。ラータマと一滴金的だけは本当にやめてほしいな。あ、ヘビーフォワードマシンなじゃん。なるほど、無限軌道を加えるのは別にいいんじゃないかな。無限軌道は別にいいよ。無限軌道は別にそんなに関係なくて、まあ加えられたところでなんかめちゃくちゃアドバンテージ稼いでくるモンスターはそこまでいないんだよね、無限軌道って。でロックアンカーは召喚成功時に、手札から無限軌道出せるだけだから、まあ、あんま関係なくて、でロックアンカー効果、まあでもこれ召喚剣使ったからこう普通にシュトラルぶち込んだっていいかもしれないね。とりあえずシュトラル効果そうするわ。
ヒトラー強化、相手のロックアンカー君を爆破していく。なに言った通りになった。なにお、強えな、お前、お、強えな、お前、やるじゃん。なるほど、アンカースピアとハーベスター墓地送って、2枚コストか、これは。確かにシトラールとミラージェード無効にしたり、まあ、盤面はなくなるからな、言うて、妨害は。なかなかやりますね、相手。金的だけやめてって言ったら、金的飛んできたわ。いや、でもまだ言うてる、ちなみにこのデッキの強いところ、まだあるんですよ。これ、モンスター効果止めただけでは止まんないんです。今、赤の楽園と断罪とウララあるんで、言うてまだ妨害3個残ってまして、多分ね、なんとかなるっすね、これ。金的撃たれても全然なんとかなるっす。はい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 、はい、どうぞ。まあ、ルブリオンは別に良かったですけどね、止めなくても。で、効果で出てくる、この2体しょっていいんじゃねえかな。アンクラスペア、じゃあ、ブルタルドザ君は、デッキから無限起動を特殊召喚できるやつか。あ、これはもう全然ウララだね。で、ウララして、で、この後ガーディアンキマイラじゃね。この後ガーディアンキマイラ。こうじゃね。赤の楽園発動。赤の楽園発動して、デスピアの、強撃を回収し、で、強撃を巻き込んで融合する。して、ミラジード巻き込んで、ミラジード巻き込みは確定で、もうこれガーディアンキマイラ。はい。で、強撃、ミラージェイド確定で、アレベルでいいか。壁になるから、ルベリオンは残しておこう。で、ここで2枚破壊、1枚ドローですね。はい。はい。ほい。つえーつえー、さらに、ガーディアンキマイラ効果。2枚破壊、1枚ドローする効果にさらにチェーンし、アドリビディブの効果を発動していく。アドリビディムは除外された場合、除外されている融合モンスター戻していく。さあ、メラジェット君、金的打たれましたが、戻ってきました。さあ、戻ってくると効果は有効になっております。さあ、また2妨害増えました。また2妨害増えました。そして、相手のフィールドのカードは全て破壊されます。相手の手札は1枚。こっから何ができるんでしょうか。こっから何ができるんでしょうか、マシンナッツ選手。いいな、何もできないでやろう。気持ちいい、遊戯を楽しい。何もできてないですよ。悔しいでしょうね。先行6妨害された時の気持ちはどうですか。気持ちいいじゃねえか。気持ちいいぜ。これがファンサービスよ。これがファンサービスってやつよ。お飯から持ってくるか。殴ったら勝ち込んだもん。攻撃強度に変更するぜ。バトルだほら。シェッ、いけ、ドゥー。ありえん強え。このデッキ、ここまで上回れるとありえん強えな。先行6妨害誰が返せんねん。気持ちいいですね。いや、上振れるとね、やっぱり一番強いデッキなんじゃないかな。楽園融合、あ、これ今度またちょっと動画にしようと。あ、出た、楽園側が来た。とりあえず増陣だけ打つわ。楽園融合って結局いろんなデッキで出張できるパーツじゃないですか。まあいろんなね、構築あると思うんですよね。デスピアと組み合わせるのもあるし、シャドールと組み合わせるのもあるし、今回みたいに楽園融合プラスドラゴンメイドっていう組み合わせもあると思うんだけど、楽園融合1枚からの展開はそこまでそのどのデッキも変わんないからさ。まあ言うてドラゴンスタフェリアプラスメラジェイドとかね、シャドール、エルシャドミドラーシプラスメラジェイドみたいな動きだから、だから基本的にはだからさ、基本のなんだろうな、展開にプラス何ができるかみたいなとこあると思うんですよ。まあ、そういう意味ではなんかドラゴンメイドは上振れた時にめっちゃ強いから、なんかなんなら一番強いまであるね。うん、なんか使ってる感じ、なんか妨害を用意する数が半端じゃないこのデッキは。なんかさっきさ、ありえん展開起きてさ、なんか先行6妨害、まあ、動画にしてると思うけど、あれは先行6妨害とかできたんだよ。ありえん強い動きできるから、いやマジで本当犯罪ムーブみたいなことできる。結構インペルダウンデッキみたいなのがあるね。まあ、トラジションの楽園融合にウララ打つっていうのはもう決まってるから。ちなみに今特殊召喚者で普通に召喚者だったのにね、この人。
楽園融合に裏らされたら終わりなんじゃないのこれ。ああ大丈夫ですか、息してます、息してます。アレベル特殊召喚はちょっと無駄だったんじゃないですか。あ、ちなみに楽園開幕は、ああ赤の分けやるのか、なるほど。楽園開幕は特殊召喚するか、手札に加えれば選べるんで、まあ別に特殊しなくてもいいんですよ。なんで一応増時ケアはできますけどね、一応は。まあ、ケアっていうか、まあ召喚特殊しないだけだけどね。さあデスピアンとアレバスで、あーお前強引にミラージェード来るやつね、なるほど、やるやんけ、そういうことか、なるほど。だからウララをここ貫通できるから別にいいかみたいなことなのかな。はい、デスピアンを捨てて、ルベリオンとアルバス戻してミラジェイドまで行きますかね、これはね。なるほどね。さあミラちゃん来た、きっとかっこいい、オッケー。相手にとって不足はね、いや結構ハンドアドバンテージを稼いだこっちが。これね、無効効果ないんでミラジェイド、あの単体はあの全部通るんですよね、カード自体は。あ、開幕も来た、強っ。開幕打っちゃっていいか、開幕打って開幕打っちゃっていいな、開幕打とうで、コストはこれはオロマイもいらないね、使わないや、オロマイ捨てるとかいうなんかやばい行為してるけど全然やばい行為してるけど、とりあえずアルベル召喚するか、アルベル特殊してで、相手はゾージーもウララもなさそうな感じがするが、アルベル特殊で効果発動する。まああっても別にケアできますけどね、ゾージーもウララも両方ともで、楽園融合を持ってくると。そうミラジェイドはちなみにミラジェイドで除外されると、まあ言うて先に出した方が有利とは言われてるんですけど、一応あのなんだかんだそのミラジェイド あのアルビオンで墓地送られて、その楽園開幕とか楽園融合とか持ってこれる効果あるからね。で一旦チェイムを、召喚しまして、で、お召し会を持ってくる。いや召喚権がねチェイムに切れるとねかなり強いんだよね、やっぱり楽園融合があるともう宇宙ですわ、ね。でこのお召し会がコストとして非常に優秀といったところ。さあ楽園融合の効果を使い、さあ融合していくぞ。まあ一応これはアレビオンするとミラージェイドで除外された時にミラージェイドまでたどり着かないから、これはルベリオンじゃないとダメか、これはルベリオンじゃないとダメですね。アルビオンだと融合召喚した時にもしミラージェイド除外って言われると困るのでデスピアンとここで撃たれてもいいようにアルバスを出して、でルベリオンですね。はい、でルベリオン効果っていうのは1枚墓地に送って、融合召喚をするという効果に遅延して、デスピアンの効果を発動。ハンドコストはお召し替えでいいかな、これここ戻してくるんだったら別にミラジェイドの方が絶対通るからよくて、お召し替えだな一応。まあ、チェームを除外してくるようであればまあそれはそれでしょうがないでしょう。で、デスピアン効果発動する。デスピアン効果でデスピアンモンスターを手札に加えるという効果。さあいいね、ミラー楽しいじゃない、ミラー楽しいじゃないこれ。さあこれでですね、ミラジェイドを融合召喚していきましょうか。ミラジェイドはあの本当にミラジェイド同士でチェーン組んでなんかあの動いていくことになるんで、基本的にはミラジェイドはミラジェイドで除外されるもんだからミラではね。はい、でだ、お召し替え効果発動。お召し替えでチェームを戻して回収していくスタイル。ちょっとあのミラチートで打たれる心配があったのでアルビオン出してないので、あのアルビオンステイセーラロマリンムーブができてなくて、ドラゴンメイド そのドラゴン族モンスターをそのなんかその残しておいてシトラル出す動きはちょっとできないんですけどね。とりあえずミラジェイド効果発動して、まあ、アルビオンも除外してなんか除外するよっていう効果発動するわ。どうするどうしますか、どうしますか。まあこれ打つしかないんだけど多分相手も。ああオッケーオッケー、ミラジェイド効果 でアルビオンを、コストにして、これだから自分のこれターンプレイヤーの優先権的な問題で、自分のアルビオンの効果だけ
通した後に墓穴するっていう犯罪ムーブできるから、これでいけるね。あ、そっちなんだ、除外すんの。ミラージーじゃないんだ。ミラージーの残しといたらアタッカーになるけどいいのこれ。へえ、面白いなお前。とりあえずミラージードでだ、ミラージード効果発動する。でこのエンドフェーズにフィールドのカードが吹き飛ぶという効果が発動するが、これは、楽園開幕で一応融合モンスター守れるんで大丈夫でですね、消化器が残ってないので一応墓穴ケアして赤の楽園もう発動しちゃおうか。赤の楽園発動して自分の墓地のデスピアモンスターを回収しながらアドリビズムがあるから、アドリビズムとミラジェイドでドラゴスタペリア出して、これマスカレードもあんのか。なるほど、まあ、でもさすがにドラゴスタペリアの方が強そうだな。あれだ、伝説のアドリブズムミラジェイドスタペリアじゃね。この動きはね、まあどの楽園デッキからでもやる動きだと思うんで、これだけマジで覚えてみんなも。でアドリブズム効果発動して、ミラジェイド戻す。よし、これでいい。 OK。 さあここでバトルフェーズ入る。で、ドラゴスタペリアは直接攻撃できないからこっちから殴って OK。 でミラジェイドダイレクト3000かます。 OK。 で相手のアルビオンは墓穴で除外すればいいので、デスピアンでちなみにセットし直された楽園融合を抹殺しましょう。これ完璧じゃない、これ完璧な返し方。これでエンドなんじゃね。これでエンドするでしょ。でターンプレイヤーの優先権でアルビオンの効果が先に俺が発動するでしょ。でアルビオン効果で断罪はいらないね。ラックイン断罪の方がいいか。断罪ミラジェイドのコストギルムの断罪だな。断罪セットでで、お前のアルビオンの効果、お前さんのアルビオンの効果、墓穴。うますぎる遊戯王が。自分だけアルビオンの効果使って、お前のアルビオンを無効にしていくぜ。うますぎる遊戯王、うますぎワロタ。これは完全に天才プレイ。そして、で、あえてリソースもないんですよ、だから。これだから、楽園融合を、開幕の効果ですね。で、開幕の効果使って、エンドフェーズの、ミラジード その全部っぱを耐えていくと。完璧じゃねこれ。完璧なプリングで、デスピアンの効果使って多分楽園開幕セットしてくるか、まあ、アルビオン召喚してくるか分かんないけど、まあ、なんだかんだそのミラーで一番強いカードは何かという話ですよ皆さん。何ですかミラーで一番強い、カードは。ミラーで一番強いカードをあげましょう皆さんね。はい、今セットさせますね。さあ打ってこいよ。打ってこいよ。きたー、おらちなみに抹殺で抹殺ができなくなりましたんで、これね安全に打てます。これかなり抹殺で抹殺ができなくなりましたんで、まあ、こちら断罪でもいいですけどね。これね、ちなみに断罪でも向こうできます。これ楽園開幕は、あ、楽園融合は、はい。で楽園融合を除外して、このターン楽園融合は向こう。俺は打ったけどお前は向こう。はい、赤の楽園断罪じゃねえ。断罪じゃねえ。特殊召喚やめてもらってよろしいか。さあこれで墓地に存在する、あ、ミラジェードじゃないといいか。ミラジェードを戻して相手の特殊召喚する効果を含むカードの発動を無効にしていく。よっあ、びっくりさせた。まあいいや。こっからはもう何でもできますね。開幕発動して、手札切るのはデスピアン。結構犯罪ムーブしたな。割と犯罪ムーブした。で、アルベル特殊効果発動。で、アルベル効果で、特殊化成功時、楽融合持ってきて、で、楽融合をバチコリと打っていく前にチェイム召喚するのもいいけど、まあ、なんでもいいな。なんでもできるんだ、これ。なんでもできる。それチェイム召喚するか。
チェーム召喚効果発動。ここでじゃあアルビオン、ルベリオン、メラジェンドの動き見せますか。はい、で楽園融合発動。楽園融合の効果によってここアルビオンを融合召喚してステイセラロマリンムーブしましょうね。これが基本ムーブです。ちなみにここで、あ、さっきはちょっとあのミラジェイドが先行立てたんで、あのアルビオンを除外されるとちょっとめんどくさかったからあのやんなかったけど、これが基本ムーブ。チェーン1アルビオンで、チェーン2ステイセラロマリンで、ステイセラロマリンの効果で、ガーデンローズメイデン、まあガーデンローズメイデンじゃなくてもいいんだけど、なんかその適当な、植物族の、闇属性モンスターを食ってルベリオン出して、はい、でロメイデンとアルバスを除外してルベリオン出して、まあこれ殴れないから守備していいですけどね。でルベリオン効果発動して、手札コスト、お召し替え墓地送って、で除外されてるこの無駄のない、一切無駄のない動きね、これね、はい、一切無駄のない動き、除外されてるこの辺のやつ戻してミラージェイドを特殊召喚でね、ドラゴン族なんですね。アルビオン君とルベリオ君がドラゴン族なんですよ。これね、あまり奇跡的な相性、そしてドラゴンメイドのお召し替え発動してよく相手されるんだしねえな。絶命したか、この展開見てるのやばいぞ結構なんか大犯罪モンスターズになってけど、大犯罪モンスターズワロタみたいな感じになってけど、大丈夫これ、まさにインペルダウン大犯罪モンスターズダイレクトアタックゴー今なの今、いやそこまでいったら気持ちよく殴らせろよ。ステイセラローマリンティアドに来てんのめんどくせえな。DD スラルスライム来た、やばい。ちょ、DD 何も妨害ないのさすがに無理か。 DD もね、なんてなかんだね、妨害数はすごいですからね。先行で敷けるテムテム来たー。スバラルバフォメット、あ、バフォメット入ってナイトハウリング、あ、へえ、これ俺の知ってる DD じゃねえ。だから僕はね、ちょっとあのビルガメス系の、あのビルガメスから入るあの DD 組んでいたので、勉強した時のね DD はだったので、ちょっとなんかナイトハウリングとかバフォメットとか一切採用してなかったんですよ。アレクサンド知らねえ、やべえ、こいつも入ってなかったわ。これわかんねえわ、このルート、知らねえルート来た、知らねえ DD 使い、これなんかプロ DD の DD のプロの匂いがするぞ。なんかわかんねえけど、わかる、やべえ、バロネス出るバラバラバロネス出るじゃんこれ、やば。あーで、アレクサンダーでバフォメット蘇生ね、あ、強い、やばい、強いぞ。でバフォメット効果、レベルを、合わせていくで、レベル3、1から8か、1から8までにできる、強い、レベル4にしていく、なるほど、レベル4、あ、レベル4の2体でオーバーレイ、あ、違うわ、そういうことか、4じゃねえわ、6だったわ、ごめん、見間違えてたわ、エグゼクティブシーザーエクシーズ召喚ね、なるほどね、OK、了解、これももう送っちゃうんだ、いや、エグゼクティブシーザーもきついんだよね、で、ビルカメス、え、これ後から蘇ってくるのかな、これエグゼクティブシーザー、エグゼクティブシーザー墓地送るムーブあんまり最終着地点じゃないの、エグゼクティブシーザーって。ちなみにエグゼクティブシーザーは、特殊召喚を無効にする効果がありまして、まあ、あいつその場面を置いておくだけですげえ強いんですよ。楽園融合とか今ね無効にできるし、あの赤の楽園とか、あと開幕とかもう無効にできるんで、もう普通に強いんですけど、これ謎に、なぜか、エグゼクティブ、これでもエグゼクティブ戻ってきて、なんか素材が復活するとかないよね。はい。で、契約書発動。これなんか、わかんなすぎるルートが展開されてるわ。俺の知らんムーブが。ここであれか ?37、シンクロ。何いんのこれ。アレクサンダーの、あれでかいやつ。あ、ちげえわ。出た、超 CEO じゃん顔面のシンクロ台じゃん、これ顔面シンクロ台来た。こいつなんかちょっと強かったよな、確か効果。このカードがモンスターの差し限り、この自分のフィールドのモンスターは相手は効果の対象的には強すぎる、やばい、最強だ。あ、 COO 来た、 COO 来た、バイスレクイエム出てくる、すげえなこれ。で
2体でエクシーズダークネスあ、すげえ調子いいよ。2体並んでる、すごすご。え、何これ、この子は何だその謎の効果。センライフ回復していく、謎効果すぎる。超怒涛大王エグゼクティブシーザー、はい、マシンよ。なるほど、あー、うまいね、すごい。なんか今顔面2体とかいうやばいこと起きてる。まだ融合できる、なるほど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 。で、マシン王の契約書を発動して、マシン王の契約書で、エグゼクティブと、アレクサンダー除外、なるほど。で、やばい、すげえ調子いいよ。3面並びじゃんこれ。コペルニクスクソ邪魔じゃね、まあ、ビルガミスは多分これあれでしょ、社長になるんだよね多分だけど、すげえこれ、この盤面で社長爆弾。コペルニクス邪魔だなコペルニクスバレ邪魔だな、すげえよこれ、この盤面。いやー、うわ、特許権来た、超強いじゃんこの盤面、超強いじゃんこの盤面。え、特許権の契約書は、DD と同じ種類のモンスターが特殊感したらダメージ与えながらそいつと同じ種類のやつが出せねえと。これ結構あれやな、楽園融合のメタがするな。ルベリオン・アルビオン出したらもうダメなのか、つまりミラージードが出ない。で、この3面顔面モンスターの、融合シンクロエクシーズが今一切、その一切というか1回しか特殊感出ないと。で、こいつは攻撃表示モンスター対象に沿ってそのカードを破壊する、あ、起動効果ね、起動効果で相手モンスターの戦闘からダメージ計算前にその相手モンスターの攻撃がダメージ起動値まで元々の数値になる、なるほど。でモンスターのこのカードが破壊されたらリーズゾーンに置く、はいはいはい、これ確か調子用の共通効果なんだね。でヘルアーマゲドン君は、自分のフィールドのモンスターは効果としてなれていない、これ強いね、これめっちゃ強いわ。でモンスターの殺す状態で召喚特殊が下がった場合に相手は自身の P モンスター選んで、効果無効か、分かんない、 P モンスターいないから、関係なすと。で、これは、エクシーズが成功したら P モンスターを選んでエクシーズができる、効果が破壊されない、あ、今効果で破壊されないっていう効果ですね、なるほどね。でこいつは、破壊でも起動効果で P ゾーンに置くと、なるほど、効果では破壊されないプラス、効果の対象にならないっていう状態ね、今現状。なるほどなるほど。で特許権で、融合モンスター出したら、その融合モンスターを対象にとって1000番与えながらもう次のやつ出せないと。これね、これ詰んだね、すげえ展開力だこれいやでもなんか調子いいよ、3体並べるシーン見れてよかったわ、逆にありがとう、踊りたい俺は